パリ五輪は28日、柔道男子66キロ級決勝を行い、阿部一二三、パーク24、な東京大会に続く2大会連続の金メダルを獲得した。ファンが驚いたのは、ここでスタンドから上がった、一ふみコールだ。遠く欧州の地で響いた名前に、SNS では感動の声が上がっている。阿部はウィリアン・リマー、ブラジル、と対戦し、 技あり2つを奪って合わせ1本での解消を畳を降りる瞬間まで霊を尽くし正座して頭を床にすりつけんばかりの霊を見せた強く礼儀正しい姿にスタンドから送られたのがひふみコールだ XQTwitter 上では現地ファンの行動に感激した日本人の声が多数並んだ 女子52キロ級の2回戦で敗れた妹の歌にも健闘を称えるコールが上がったこともあり、フランスの方から歌コールとひふみコールあったのすごいな、パリなのに歌コール、ひふみコールがあったのがすごい、ひふみコールもあったのフランス人寛大かよ、阿部兄弟のまっすぐな柔道が世界でこんなに愛されているんだとコメントが集まっていた。